ちは。前回の鉄道放浪記、たくさんの反響をいただき、ありがとうございました。特に反響の大きかった、乗車位置案内ですが、実はあれから、徳山駅にも、たくさん残っているという情報を得まして、早速、探してまいりました。まずは、柳井駅にもあった、塩路。お次は、583系用と思われる、ツバメ、ハト、月光。今は九州の特急で使われる、カモメ、緑、ヒューガ。それから、中高特急時代の那覇と、夜行がいっぱい。と、こんな感じで、大量に残っていました。徳山駅は、昔は特急の停車本数が多く、今は新幹線の駅となっていて、駅舎も建て替わったばかり。いろんな意味で、柳井駅とは対照的でした。二つの駅は、列車で35分ほどですので、山口にお越しの際は、ぜひ、二つの駅へ行ってみてください。ちなみに、うぷ主のおすすめは、東京、下関間を、20時間以上かけて走った、臨時急行、上州、です。徳山駅で、ぜひ、遠い昔に、思いを馳せてみてください。前置きが長くなりました。そろそろ本題に入りたいと思います。今回のテーマは、こちら。門司駅と、その周辺。鉄道における、九州の玄関口、門司駅。関門トンネルの開業までは、現在の門司港駅が門司駅を名乗り、ここは、代理駅という名前でした。トンネル開業以前は、現在の門司港駅が、旅客の玄関口でしたが、貨物に関しては、古くから、九州の受け入れ口として機能していました。ここは、門司港駅との間にある、小森駅。トンネルができるまでは、この付近に、貨車を構想するための、桟橋がありました。古い航空写真を見ると、この辺りに、桟橋らしきものが映っているのが確認できます。ここは、日本で初めて、鉄道車両の構想が行われた場所で、そのノウハウは、青函、宇高連絡船へと引き継がれました。関門トンネルの開通後は、門司駅は、客貨両方の玄関口となり、全盛期を迎えます。この航空写真では、駅の南側には機関区や操車場が、西側には荷物用ホームが確認でき、門司が重要な鉄道拠点であったことが伺えます。しかし、新幹線の開業で、旅客輸送の主役は、新幹線へと変わり、貨物も、ヤード系送式輸送の廃止で、走車機能を停止。旅客も貨物も、かつての賑わいは失ってしまいました。それでも、2002年には、かつての走車場跡地に、北九州貨物ターミナルが新設され、貨物輸送の拠点としての役割を、再び担っています。ということで、門司駅の散策を、始めたいと思います。とその前に、いつもこれを見て思うんですが、なんかおかしい。気を取り直して、まずは、前回の作品でコメントいただいた、天草の乗車案内を探します。3面6線の構造を持つ門司駅は、2004年に、今の駅舎に生まれ変わりましたが、ホーム自体は昔のままで、屋根も、橋の部分は昔のままのようです。ホームを歩いていて、まず目についたのは、この、12の数字。この辺りには、普通にも特急にも、12両編成が残ってまして、広島では見られない、長い編成が見られるんですよね。次に見つけたのが、最後の九州ブルトレだった、こちら、駅の中ほどでしたので、解決作業の目印だったのかもしれません。そして、目的の、天草も、なんとか見つけることができました。
それから、森駅といえば、関門トンネルと、高直切り替えの駅。ということで、駅の先の方まで行ってみました。信号機を見ると、山の文字があって、改めて気づいたんですが、ここまでは一応、山陽本線なんですよね。そして、Z セクションと関門トンネル、その左を、門司港方面の813系が霞めていきます。関門トンネルへ続く線路は、見るからに下り勾配で、よく見ると、20パーミルの標識が確認できます。最大勾配は、上り線で25パーミルだそうで、貨物列車にとっては、結構な急勾配。この区間では、古くから、充電機関車での牽引が行われていたのも頷けます。そして、先ほどの写真、よく見てみると、両あたりのポイントがあることに、お気づきでしょうか。これは、トンネルの保守の際、単線で運用するためのもので、上り列車が下り線を走ったり、またはその逆で走ることが、日常的に行われているそうです。おや？小倉駅の普通列車がやってきましたよ。高直切り替えの様子を、見てみましょう。次は、貨物列車。関門トンネルを出た列車は、Z セクションの手前で、中線へと入り、先ほどの電車が通った Z セクションは、通過しません。貨物列車は、先頭に動力車がある上に、編成が長く重たいため、列車を十分に引き上げた後で、Z セクションを通過します。上り列車は、貨物も電車も同じ Z セクションを通過するため、映像左側の EH500 が、交流電源で動いていて、右側の EH500 は、直流で動いている、ということになります。そして、この辺りからは蛇行運転に入り、Z セクションへと突入します。貨物用の Z セクションは、門司駅のホームを過ぎたあたりにあり、貨物列車は、ここで高直切り替えを行います。実音映像でも撮ってみましたが、切り替えの様子はわからないですね。さて、こんな感じで、門司駅のホームをうろうろしていたウプ主ですが、考えてみると、朝から何も食べてなかったことに気づき、立ち食いうどんで空腹を満たしました。うどん屋さんにあったこれ、駅の窓口でよく見たものですが、久しぶりに見たような気がします。この後、所用でちょっとだけ小倉へ行ったのですが、門司と小倉の間は、いろいろな建物が建っていて、興味深いです。門司を出てすぐ、門司機関区の近くには、廃車待ちの車両たちが並びます。続いて現れるのが、北九州貨物ターミナルのコンテナ群。そして、北九州市街センターが、ちらっと見えます。その先で、上下線が大きく分かれ、今は使われていない、東小倉駅が見えます。ここはかつて、カートレイン九州の始発駅だったんですよね。
新幹線と合流し、複雑な立体交差を繰り返して、小倉駅に到着です。立体交差で客貨分離となりますので、ここから貨物列車は、旅客線の北側を走ります。実は宇部主、小倉に2年ほど住んでいたことがあるのですが、駅の様子は、随分と変わってました。当時はまだ、モノレールが乗り入れてませんでしたし。ただ、駅を出て右手の方には、昔と変わらない街並みが残っているようです。そして、小倉での所用とは、これを買って帰ることでして、用事が済みましたので、そそくさとホームへ戻りました。ついでなので、小倉駅も、ちょっとだけ散策。まず見つけたのが、こちら、福知山の取材で、出会った方から、九州の国鉄特急食は取らないの?と突っ込まれましたが、結局取らずじまいでした。他にも、うっすらではありますが、古い乗車位置案内が、いろいろ確認できました。乗車案内も見つけられましたし、そろそろ戻ろうかと思ったのですが、入線してきた列車を見て、もしやと思い、その列車の方に行ってみました。列車自体は、ありきたりの汽車40系なんですがね。宇部主が見たかったのは、この作業、今となっては、サゴを使った列車は少なくなりましたし、その交換作業も、珍しい光景となりました。さてさて、こんな感じで、駅の散策を楽しんだ一日だったのですが、私が九州までやってきた一番の目的は、別のところにありまして、最後に、そちらをご紹介したいと思います。それは、81の銀河の弟分、EF81、304号機。長らく、関門トンネルの主として活躍した、JR 貨物の硬直有機です。先代の、関門トンネル専用機、EF30 の増備用として、1975年に製造され、当初は主に旅客牽引機として活躍、後に重連総括制御装置を搭載して、貨物列車の先頭に立つようになりました。東日本大震災に関連して、富山に貸し出された以外は、一貫して、門司機関区で活躍してきましたが、近年は、EH500 の増備で、本来の関門トンネルの運用から外れ、もっぱら、九州内の運用についていました。ステンレスミト層の2両のうちの1両として、人気を博しましたが、すでに運用を離脱していて、よく見ると、部品の一部が取り外され、具名札も抜かれていました。この日は、JR 九州のイベントの一環として展示されましたが、保存の予定はなく、解体される運命のようです。そして、隣に並べられた ED76、55号機も、すでに運用を離脱した、部品取りの車両。宇部主には、かつて、ブルートレインの先頭に立ち、門司駅でバトンを渡した2両が、昔を懐かしんで、何かを語り合っているように見えました。鉄道の要衝として栄えた門司駅と、かつて、花形列車の先頭に立った、機関車たち。華やかりし頃の九州の玄関口に、思いを馳せた、秋の日の一日でした。